いや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 
こかに行ってきたというとね、そうですね、まあ、ドン・キホーテ行ってきたわけですよ。これあれですか、ハルハマさんね、ほんとね、六本木のドンキしか行かないですよ。いや、なんなんすよ。まあ、ちなみに言っとくと、はい、この動画は地方か土曜出すから、はい、まったりしてる時、暇な時だけもうね、キヨカさん見ると、はい、鼻くそほじりながら本当に鼻くそほじりながら見る動画。そうそうそう、あ、そう、じゃあいつものいつもの、じゃあこれ、これじゃあやばいやばい、視聴者プレゼントー近すぎてブランド名わかるからポイッツ、やべえ、ビジョン。ハルママさんみたいな、やっぱ大人が持つと買えますから、かっこいいっす。大人は誰でも買えますからね。今日ね、これ何を買ってきたの、大人の電動だけなの、大人の大人の電動、大人の、なんとかの電動、昼間から昼間から大人のとか、いや、ダメ、やめなさい、ほんとに。今日何を買ってきたかっていうと、僕、第二のんだほさんになろうと思った。おー、フィッシャーさん、もうね、決意しました。決意した、体型を見て、もうやばいから。いいいいですか、めくっちゃうのは良くないですか。これはなので、T シャツちょっと買ってきました。そうね、今日はね、開封動画、開封動画だからさ、宝箱バッと開けてるから。確かにさ、確かに、そう、たまにはね、T シャツ開封動画、心が浄化される、これで。そうそうそう、僕も買ったんですよ、これ。何だと、これ、ほら、これ履くの早いから、今帰ってきたところ、ピカチュウ靴下、ドンキでこれ売ってて、買うしかないなと思って買いました。可愛い靴下とか、変わった靴下好きですか。いや、好きです、好きです。なんか見えないところのね、なんか、こうちゃんとね、服はちゃんと着るじゃん。はい、最近着るようになったんですよ、僕、服。あ、確かにね。でも最近なんかこう、ユニクロとかシンプルなものをね、いいなと思ったんですけど、なんかこう、ケンツメシさん見て、かっけえなって思ったんですよ。確かに、こんなになったよ。もうね、かっこいいから、動画出るんだったらちゃんと服とかちゃんとしなくちゃいけないなと思って、確かにね、買ったんですよ、こういうな。ちゃんと今日もね、ちゃんとバシッとさ、バシッとバシッとなってる。ちょ、ここはハルパモさんのチャンネルでしか言わないですけど、僕あの、さっきちゃんとやっぱカメラに映るんだったら、髪の毛とかもちゃんと寝癖ビヨーンとかだったらダメだなって思って。ない人増やせないんだけど、ちょっと、じゃあ一回若いだけして、若いだけ、ありがとう。もう絶対動画やばいでしょこれ。やばい、視聴者さん何の服買ったの、見たいのに。見たいでしょこれ。さあ、というわけで開けていきましょう。はい、お願いします。危ない、もう10分動画になっちゃうから。危ない、これポーンって言わないですか、出すとき。いやだよ、引きますよ、引きますよ、引きますよ。さきた、ちょっと、ちょっと、これ神ユーチューバーやん、これ本当に。ちょっとよく見てほしいんだけど、上にある意味、もうね、プレイングがね、もう雑なので、はいはいはい、ある意味神、ある意味神、自分でも言われる前に言っとこうっていうスタイルだと思います。アルパモの PS ってある意味神じゃねみたいな、そういうことですよね。アルパモ、あールイ・ヴィトンと一緒。次、ポン、これ何、これ何て書いてあるの、これ。褒められて伸びるタイプです。なるほど、頑張るって埋まるはずだから、これね。そしたらもう高評価増えるかもしれないです。そう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 、ないかな、高評価お願いしますっていう。これね、まあこういう T シャツですわ。いいな、確かにうんだほさん、確かになんかこう面白い言葉が書いてある。そうそう、それがね、 T シャツ着てますもんね。いや、めっちゃ羨ましかった、単純にね。そうなん。さあ、次の T シャツ、さあ来た、まさに僕ですよ、まさに。いきます、ボン、ダダン、自宅警備員。これね、めっちゃ大好き。別に自宅警備員じゃないですよ。まあそうなんですよね、実際は。自宅で、まあでも編集とかされてるんで。編集もされてます。ある意味警備員かもしれない。だからなんかさ、よく言われるじゃん、YouTube 上げてるだけで、なんかもう自宅警備員。確かに確かに。自宅警備員今後着てきますんでね。いいな、チョイスがハルパマさんっぽい。めっちゃいいっすよね。いいな、いいな。さあ最後。4枚買ったんで、最後ですね。ダラン、カメハメハ打てます。やばい、これはもうね、完全にね、もう収録っていうよりは街で着た方がいいかな。確かに、打てますって、自己申告、まさかの。そう、ヤンキーとかもう怖いんで、ヤンキーが怖いんで、こういうの着てるだけで、何あいつカメハメハ、カメハメ打てんの、やばくねえなって思うんですよ。確かにね、襲われない、襲われない T シャツ。ああ、これいいな。はい、ありがとうございます。はい、というわけで以上4枚面白いシリーズだったんで、今後のね、動画で出てくると。はるばらさん着るんですね、これ、動画で。もちろん、何のために買ったんだよ。もちろんね、今後ね、着ていこうと思いますので、すいませんね。
まあコメントなんでいじってもらえればなと思います。そうですね、はい、ちなみにいくらだったんですかこれ4枚。4枚6000円ですよ。高い、結構高い、結構高いけど、はい、それぐらいネタ系好きなんでね。確かにね、僕らね、カルママさんっぽいわ。はい、というわけで今日はですねドン・キホーテ行ったのでついでにドン・キホーテ行ってみましたの今日一緒に出ていただいたキョキョさんのチャンネル下の説明欄に貼っておりますので、チャンネルリンク貼っておりますのでぜひともチェックよろしくお願いいたします。見てみてください。こちらからですね、似てないけど僕の顔のマークがありますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、あとこちらですね、僕らのお腹のところに2月ですね、今あのチャンネル登録者10万人いくと全収入公開するという荒ぶった企画やっておりますのでぜひともご覧ください。というわけで今日はですねドン・キホーテ行ってみたというところでございました。ガーキャー、あらら。